どうも、ゆにまるです、今日はですね、僕が愛用するテニスギアだったりテニスのウェアだったりを紹介したいと思っております。で、今回なぜこのような企画をしているかと言いますと、シンプルにファッションをメインの仕事にしている人が、まあ、要はファッション業界の人がテニスのこういったチャンネルだったりとかっていうのを、企画だったりね、やってる人がかなり少ないなというのがあったので、だったら僕がちょっとやりたいなと思ったっていうのが、始まりです。なので、よかったら服好きテニスプレイヤーの方々最後までご覧になってください。はい、ということで、早速ね紹介していきたいんですけども、まずね、まあ、ラケットを紹介しないと始まらないと思いますので、ラケット紹介いたします。で、僕が使ってるのは、プロスタッフですね。プロスタッフの 97V11.0 を使っています。ウィルソンのラケットですね。で、このラケットを使っている理由としては2つ、シンプルにフェデラーがめちゃくちゃ好きなのでこれ使ってます。で、もう一つがデザインと、まあ、本当に打ちやすさっていうところの、まあ、二面性がバランスが取れてるなと思った感じですね。デザイン性が非常にミニマルでめちゃめちゃかっこいいんですよ。で、黒でマットブラックで、こういった文字とかもね、プロスタッフとか書いてあるんですけど、こういうの色がついてないんですよね。で、まあ、そういったところも非常にいいなと思ってます。で、デザインだけでなくて、これ実際にものすごい打ちやすいんですよ。なんていうんですかね、ボールをしっかり打ってる感覚がある。ただ打球感は柔らかいんですよね。で、そこが僕にとっては好みだったので、非常にこれはいいラケットだと思って、3本購入しました。で、今何年目かな、何年か使ってるんですけど、未だにこれはずっと使っていきたいなと思うラケットですね。で、ガットは RPM ブラストを使っておりまして、テンションは50-48です。はい。で、このガットも非常にいいガットですね。バボラのガットなんですけども、色がまず黒でデザイン的にいい。で、今回これもなんですけど、デザインとガットの品質がもう本当にバランスが取れて、非常にこれいいガットだなって個人的には思ってて、耐久性もあるし、コントロールできる感覚もあるっていうのが非常にいいところです。で、振動止めがキモニですね。キモニの四角いやつを使ってます。で、僕振動止めオタクだったんで、振動止め 2,30 個持ってたんですけど、もっと持ってたかな、持ってたんですけど、これがいろいろ試した結果一番良かったので、これを使っております。はい、ラケットはこんな感じですね。で、一応サブラケットとして持っているのがこのバボラですね。バボラのピュアストールです。で、これは、現役時代に、ね、使ってたんですよ。学生の頃とかに使ってたラケットで、 295g98インチというところで、このウィルソンと比べると多少ね、こう使いやすさが上がっているかなという感じですね。で、ガットはこれね、おそらくプロハリケーンだと思うんですよ。プロハリケーンツアーじゃないですよ、ただのプロハリケーンを使ってます。これもおそらくポリですね、を使ってます。で、こっちだったらテンション多分52ぐらいからで張ってると思います。はい、次はですね、グリップテープです。僕はウィルソンのコンフォートオーバーグリップのウェットタイプを使ってますね。で、これは、まあ、シンプルに持ちやすい、フィット感がものすごいいいっていうと、あとは僕グリップテープ黒しか使わないんですよね。汚れるじゃないですか。で、そんなにこうしょっちゅう変えるわけにも、まあ、予算的にもねいかないので、僕は黒で、できる限り長く使えるものを使ってます。次は、リュックですね。これはフェデラーの携わっているウィルソンのバッグです。ラケットが入るようになってます。まあ、これはね、ショートこんな感じ。はい、まあ、こういう感じで、テニス行くときはこのリュックで行くようにしてます。昔はね、大きなラケットバッグとか持ってたんですけど、もうそんなにこうがっつり試合行くとか全然ないんでこれで、まあ、全然こと足りるかなって、2本ぐらい入るんで全然使ってます。これはデザインがかっこいいんですよ。こういうとこに F って書いてあったりとか、まあ、ここにもね F って書いてあるんで、フェデラーファンの僕としては、まあ、非常にいいなっていうと、この
ミニマルな感じのデザインなんですね。ロゴとかも少なく、色使いも黒一色で、ロゴとかはねちょっとカラーシルバーとかですけど、まあ、すごくシンプルなのでそういったところも気に入ってます。次が、シューズですね。シューズはね2足持ちなんですけども、1足目はこちらアディダスのゲームコートっていう、シューズですね。これは、2足目かなで、です。あの1足履き潰してもう1足買ったって感じですね。でこれはコスパが非常にいいです。結構値段がお手頃なので、あのすごくこう重宝してます。でもう1足が今回絶対に見せたかったのになぜか実家に置いてくるっていう失態をしたんですけど、あのオンの、ザ・ロジャー・クラブハウス・プロっていう、シューズです。でこれなぜかねランニングって書いてあるんですけど、一応店員さんに伺ったらあのテニスシューズですよっていうことなんで、まあ、両方とも使えるのかなっていう感じだとは思うんですけども、こちらねあの履いてます。はい、ということでね、一旦テニスのギアの紹介だったりできたと思いますので、ここからねウェアの紹介をしていきたいと思います。まず、1点目がアークのアトムジャケットですね。まあシンプルにデザインがかっこいいんですよね。で余計なディテールが一切ないっていうのもポイントで非常に洗練されております。春秋冬はこれはもう 100% 着てる感じです。でこれ結構ねあの薄手なのであったかいけど薄手みたいな感じなので、割とこう小さく折りたたんでリュックに入れたりとかそういった感じの使い方もできるので非常に重宝しております。次が、キャップいきましょうか。キャップが、1点目がこのアークテリクスのゴアテックスのキャップですねをかぶってます。まあ非常にかっこいいですよね。シンプルにかっこいいのでこれはよくかぶるようにしてますね。でもう一つが、サロモンのキャップですね。これカラーブラックなんですけど、ちょっとねネイビーっぽくも見えるような感じです。こういった感じですね。でこれはランニングのコーナーに売っておりましたので、おそらくランニング用だとは思うんですけど、テニスの時に全然使用してます。あの非常に軽くてあのフィット感が優れているので、よく被ってますね。で最後3つ目が、これはノースフェイスの、キャップなんですけども、これは最近ね友人にいただきましてこれから被っていこうかなと思ってます。一応ねタグがまだついてるんですけど、バーブキャップっていうのかなです。これ一応ブラックですね。ナイロンとポリウレタンの素材のキャップです。このねロゴがなんかこう自然なのかな、山とか書いたのかなっていう感じのキャップですね。非常に気に入ってます。次が、トップスなんですけども、このユニクロのエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツかな の, このボーダーのタイプ見えます？これボーダーなんですけども、この T シャツか俺の黒ですねを、基本的に着るようにしてますね。これしか着ないです基本は。なのでこの黒とか多分5、6枚持ってます同じもので、テニスの時にその時のため度に、ローテーションさせてるって感じですね。で、まあ、このアイテム2つはあの非常に着心地もいいし、あの余計なデザインがやっぱりないのが僕にとっては魅力で、あのシンプルであればあるほど僕の中ではいいと思っていたりするので、まあ、こういった感じで非常にシンプルな感じの T シャツを僕は合わせるようにしてます。例えばねこの黒とこの白黒ボーダー、まあ、グレーも入ってるのかなっていう感じの色だったらパンツを、まあ、こういうふうにやっぱりね黒とかグレーとか、まあ、こういった感じで、合わせるとやっぱりねバランスが取りやすいですよね。例えばだけど、まあ、さっきのねあのボーダーのアイテムも黒の T シャツもこれ両方ともね、まあ、シンプルに合うんですよ絶対的に。この同じ同系色なんで必ず合うとは思うんですけど、こういう感じで合わせると基本的にはマッチするんで、まあ、そういった感じで汎用性がね広く幅広く合わせやすいようなアイテムで基本的には選んでます。でパンツもねこれユニクロです。ユニクロのスポーツコーナーに売ってるね、スポーツコーナーかな、まあスポーツコーナーですねに売ってるあの半ズボンです。でこの黒も多分ね5枚ぐらい持ってる。はい、でこのトップスとね合わせて、
冬場とかどうしてなって話なんですけど、冬場は、まあ、このもう同じくこの2種類にアディダスのトラックパンツとかね、この長袖ですね、履いていたりとか、あとはこちらの2着をよく履いております。でこっちがダイオの、パンツ、こっちがデサントオルテラインのテックワイドパンツですねを履いております。まあこの2着は非常によく履いてますね。まあもちろん黒のこういったパンツなので、さっきの、ね、T シャツとは非常に相性がいいのかなと思ってます。で基本的に、まあ、上下をこうモノトーンな感じの合わせにすれば基本的にこう外れることもないし、ファッション的にこういい感じに見えやすいっていうのがあると思います。で基本的に僕はそれこそラケットも黒だし、テニスに行く時に着てくものも黒だし、リュックも黒だし、メガネも黒だしシューズは白と、まあ、黒になるので、まあ、この辺は持っておいたら間違いないかなっていう感じですね。まあ、今のところはこういう感じで、スタイルを組んでおります。はい、で、最後テニスボールの話です。テニスボールね、僕最近衝撃を受けたことがあって、まあ、これ僕が衝撃を受けただけなのかもしれないですが、ボールによってこんな変わるんだみたいな、まあ、要は例えばそのボールの硬さとか、この毛羽立ちっていうんですかね、の感じによって球の速度とか滑り方とか跳ね方とかがすんげえ違うじゃんっていうことに気づいたんですよ。でジュニアの頃とかってなんかこうもっと別の部分にフォーカスが当たってて、そういうことにあんまり気がつかなかったんですよね。最近ね、もっと細かい部分を見るようになって、まあ、そういったことにも結構気がつくようになって、でその中で練習球として一番良かったのがこのダンロップのね ST だったんですよ。見えます？この球、この球がめちゃめちゃ練習球としては良かった。でセントジェームスっていう球とかもあるんだけど、そういった球はちょっとねこれと比べると球速が速く感じたんですね。で試合でよく使われる球ってなんだろう、ダンロップフォートとか、まあ、そういった球と比べると球速が速く僕は感じたので、なので試合球にできる限り近い球って考えたらこれだったんですね。まあこれは人それぞれ感じ方違うと思うし、季節によってね変わったりとかすると思うんですけど、練習の時はその自分が仮に今後試合に出るとか練習試合に出るとか、まあ、そういった時に使うために近い球を練習でも使った方がいいかなと僕は思ってますっていう発見を最近したんです。でこれをちょっと誰かに言いたくて今お話ししてるんですけど、非常に僕の中では今までそういうのもちゃんと見とくべきだったなって思うことでしたという感じで、しょうもない話をしましたけども、僕はテニスをめちゃくちゃ好きで本当に週に1回とかやっているんですけども、だんだん上手くなっていくことが証明できたらいいなと思って、その30超えてるんですよ。でこれから、まあ、だんだん上手くなってるのを最近実感してるから、来年とか毎年とか出ようかなとか思ってたりしてて、まあ、そういう感じなんで、今後テニスの大会とかね出る動画とかももしかしたら上がるかもしれないので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。ということで、今回は僕の視点で見る、ファッションアイテムとかウェアの紹介をさせていただきました。引き続きよろしくお願いいたします。で僕はインスタグラムと YouTube で、まあ、基本的には普通のファッションですね、普段着としてのファッションだったりスーツだったりと、まあ、そういったところを発信していたりしますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバイ。